はい、皆さんどうもこんにちは、小春です。今日も頑張ってこちらの方で修行を積んでいきたいと思います。で、これであそこのあこもね、ちょっとついでに大きい穴忘れんうちに囲っときましょう。うっかりしそうなんでね。ここ怖い怖い。ここ立ち入り禁止ですわ。これあんまりキワキワにせん方がいいのかな。ちょっと余裕持ってやろうか。ここだけ絨毯赤とかにしようかな。危険、黄色かな。黄色、どっちの方が危険っぽい。赤黄色どっちやね。よっ、あーこれこっちにしたい。よっ、で後ろ下がってちょっと前行きすぎる傾向にある。あーこれよいしょ、後ろ下がれ。あ、下がれへん後ろロボットみたいな動きになってしまう。よいしょ。うーん、なんだこれは。こうしようかね。これでいいね。よいしょよいしょ。あー、あとちょっと足りひんな。作もうちょっと作りたさんとあかね。あんだけ作っても足りひんどんだけ広いねん。よし、作りたしましょう。棒ばっか作りすぎやな。板が足りひんくらったよね。板も結構使いますね。これ持ってた原木、これで全部ですね。原木結局全部使いましたね。まあ棒にしすぎたっていうのもあるけど、これでもう足りるでしょ。いいよ、こらせ。こうやって動物たちもね、安心ですね。ここ今までどうしてたんや。あいつら自己判断で降りひんように気をつけてたんかな。すごいね、動物危機管理レベルが高いね。はい、できた、できましたね。これちょっとせっかくね、この間地図をね、自分たちが今いる、自分たちがって一人しかいへんけど、自分が今いる場所を地図でこうなぞったじゃないですか。あの地図におそらくはここがね載ってるはず、載ってるというか囲ったのがね地図でわかるはずなんですよ。なんでちょっと見てみましょうかね。で絨毯引いて、よいしょ。わあ、どうなってるかなって。見えへんやん。え、見えへんやん。あれ見えへん。あ、そうなん。見えると思って楽しみにしてたのに。あー、見えへんわ。なんで見えへんやろ。地図がでかすぎる。見えませんでしたね。ちょっと地図なんでやろ、なんで見えへんのかな。これ見えてほしかったな。まあちょっと適当なところに絨毯置いて、これね、絨毯置くとこの上にねポンとこう乗っかって出入りができるんです。こうやってポンってね、便利でしょ。でこれはモンスターはね真似できないんです。動物さんもできへんけどね。うん、なんでこれあったらね、柵してあってもね出入りが自由に自分自身はねなるんで便利なんですよ。これないと不便ですね。入るたんびに潰さなあかん潰さなあかんってどういうことやね。ここ危ないかな、ちょっと。よっ、危ないかも。ここもう一個足しとこ。慎重に慎重に。で柵、あ、柵じゃん、絨毯。あ、こんだけ絨毯引いたら困らへんと思いますけどね。すごい広い広い。よ、絨毯置く時のこのね、何とも言えへん音、
面白い。何の音やこれ。何を表してんや。ここ危ないかな。ここ置いてあかんかな。他のとこか。なんか危なそうなとこはやめておきましょう。とりあえず安全第一。ここも一応しとこう。もう一個。よよし。あー牛さん、牛さんどうしてそっちにいんの。入ってきたらいいのに。牛さんたちもね、牛さんと羊さんと鶏さんの牧場とかもね、ここに作りたいですね。あ、その前にどうしようかな。やっぱ家を建てるのが先かな。うん、家を先に建てましょう。ちょっと後ろ下がって、よいしょ。あ、ここも一応2段にしとこう。絨毯はいいか。で、絨毯この辺にも。これでね、ここ行きやすくなる。黒い羊さんが見てる。何を興味津々になってんの。よいしょ、ここも一つ置いとこうかな。あ、柵なくなった。柵もうちょっと作りたいな。もうないのか。あ、あるな。あるある。作っとこう。もうちょっと気になるとこがね、あった時のために。柵ちょっとだけ作り足しときましょう。で、夜やね。寝ましょう。まあ、ちょっと安心感が違いますね。やっぱりね、柵あって、湧き潰ししてあってってなってくると。もう生まれた時の状態とは全然違いますよ。成長してますよ、この土地は。成長の度合いが半端ないでしょ。いいよ。で、自分が成長するよりも早く土地が成長してくれましたよ。いいよ。全部、あ、ここは OK かな。これ絨毯置いとこうか。よし。あ、いいね。白樺欲しくなったら、そこの山が白樺盛りだくさんですね。あ、こんなとこ不便やな。ここにしよう。こうやってね、下地作り結構時間かかるんですけど、下地作りはね、時間かけただけ安全性とかも高まるんで、まあ、ここは手を抜きたくないとこですね。超慎重派なんで。よいしょ、この段にも欲しいな。よいしょ。ね、ここはちょっと離れさせておこうか。この辺にしとこうか。あんま近いとね、なんぼ大丈夫やと言われてもちょっと不安になりますよね。こっちにしようか。うん。あー、ちょっと絨毯足りひんな。こりゃ足りませんね。なんか襲われてバーって帰ってくるときに、いち早くこの敷地内に入りたいでしょ。その時のためにね、割とまめに置いときたいから、ちょっと作り足しましょうね。3、6、9枚とりあえず作っとこうか。ちびちびね作ってますけどね、まあしょうがないね。あの在庫ね、まだ在庫そんなに抱えても使いどころがねすぐに来ないんで。後ろ下がる。ああ、前に近づきすぎるんやな。で、ここ、うんー、で、この辺に一つ。ああ、いい音。で、ここ一つ。当たらんな。置きすぎやね、置きすぎやね。ねえねえ、これ実際出入りするようになるでしょ。ほんならね、置いててほしいとこになかったりするんです。これでも不思議なことに、なんでここないねんって思って、後で自分でね絨毯持ち歩いて、
歩いてる時にね足したりするんですけど、全然置く場所がね見当違いやったりするんですよね。これはあーここ柵、ここ柵欲しいな。でも柵から絨毯からなんぼ足りひんねん。うん、よいしょ、ここね、ここ危ない。全然余裕で出れますやん。これ誰が許したこんな柵の設置の仕方。ここあ、行けた行けた行けた。うーん、どっかもう一枚置いとこうかな。ここ置いとこうか。よし、行けました。これで、あとはあそこの赤い、赤か黄色どっちしようかな。よいしょ、赤か黄色。お花どこやったっけな。お花ここじゃないか。お花赤、赤にしとこうか。赤のお花で染料を作って、これ全部染料にしてしまったあかんね。そうやってよく考えてみたら、そういえば私あれやね、ピンク全部染料にしちゃったね。お花植えるって言ってたのにピンクの花なくなるやん。え、嫌やなそれ。どうしようとほほほほですわ。また取ってこっか。取ってくるしかないね。うん、しょうがないな。取ってきますわ。んーと、このね、かっこいいなところ。まあ、しょっちゅう入りたくないけど、一応、四隅ぐらいには置いとこうかな。いいよ。こここそね、帰ってくるときなんか、恐ろしい目に遭ってそうやし。うん、怖い怖い。こんなもんでいいかな。はい、OK です。OK ですね。こんな感じでね、できました。うん、いいな、壮大壮大ですね。よし、じゃあ一旦荷物を整理して、でここじゃない、ここ一旦荷物を整理して、どうしようかな、建築先それとも畑先、どっちしよう。どうしようかな、どうしようかな。ちょっと考えましょうかね。どっちが先かな、どっち先しようかな。うわ、どっちにしてもね、ここの隅かはダメですね。もううるさい、モンスターがうるさいとりあえずあの、まずね、ちょっとピンクのお花使い切っちゃったんで、お花あそこにね、お花畑あったんで、お花をねちょっと取ってきます。お花をね、でから建築、建築が先かな。建築が先ですね。お肉も十分あるし、建築してから畑作ったり農場作ったりしようかな。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。次回も頑張ります。またねー。